南シナ海に黒潮潜水艦が突如現れたことを政府が発表した時の状況を詳しく見ていきます。中国メディアが何やらリチウムイオン電池に反応を示しています。確かに中国製では心配だからね。護衛艦加賀がアメリカ軍との航行の自由作戦で訓練をしていた時、黒潮潜水艦が南シナ海に突然として出現しました。今となっては後出しじゃんけんのような状態ですが、当時のメディアでも散々報道はされていたのですが、海底に潜水艦が潜んでいるということなのです。その報道から3日ほど後、当時の防衛大臣小野寺範上氏の発言がありました。内容は、15年も前から海自は南シナ海で訓練していた。護衛艦加賀のもとには黒潮が南シナ海での極秘任務のために先行していたというものでした。こんな重要なことをなぜ今頃発表したのか、何か意図があるのかと邪推してしまいますが、黒潮は旧型の潜水艦でした。その旧型でも南シナ海で先行しつつ任務を行い、かつ中国海軍にも発見されなかったという誇らしい事実をこのタイミングで発表したわけですから、中国に対する牽制だったのかもしれませんね。個人的な意見ですが、実はそう、旧型潜水艦がもう一隻海底に潜んでいたのではないかという気もするのです。総流型潜水艦の潜航深度が旧型である黒潮よりも深いのは当然ですが、その潜航深度は当然ながら極秘扱いになっています。私は 800m と思うのですが、最新欧流や東流にはリチウムイオン電池が搭載されています。こういったリチウムイオン電池を採用した潜水艦であれば、もっと深く潜れるのではないかと考えますが、この潜航深度は、そのままで数値は変化しないだろうとも考えます。その、そう、流型潜水艦の後継艦となる最新鋭潜水艦では、潜航深度は、さすがに変わってくるでしょうね。リチウムイオンを搭載した新型潜水艦オウリュウの性能を復習していきましょう。日本に潜水艦は数多くあれど、今までの潜水艦の歴史を変えたと言ってもいいほど強烈なデビューを果たしたのがオウリュウでした。2018年10月4日に進水式を終えたオウリュウの進化が問われる活動は、まだまだこれからでしょう。しかし、オウリュウ派、日本の本当の忍者と表現しても過言ではありません。忍者は、忍者でも海底の忍者ですから、なかなかの強敵でしょう。オウリュウという、ハイスペックな潜水艦の存在は、保有している国よりも、他の国が脅威と感じるはずです。要するに、日本の周辺国、中国、韓国、ロシアその他にしてみれば、かなり目障りな、イラつく存在が、出てきたと思ったことでしょう。なぜなら、日本に近づこうとすれば、空と海の両方を突破しなければならないわけです。そこに忍者オウリュウが潜んでいるのですから、海中から
敵の接近を即感知して防衛体制を整えることができるでしょう。無論、空自との連携も忘れてはなりませんね。海中という自分たちには見えないところに潜む敵、これほど恐ろしいものはないでしょう。さて、王竜について中国メディアが書いた記事が気になるので紹介しましょう。中国の無料ニュースアプリ今日頭上の19日の記事を紹介します。内容は、リチウムイオン電池を使用した日本の潜水艦には多くの利点がある、なのに中国ではなぜ採用しないのか。今までの、そう、流型は鉛電池とスターリングエンジンの併用だったが、リチウムイオン電池に変えたことで水中持続力などがかなり向上したと思われる。日本はここ数年軍事拡張傾向があるが、平和憲法の下でアメリカの制限を受けている。急激な軍備拡張はできないだろうが、といった内容でした。褒めて落としたという感じですね。確かにそう簡単に軍備拡張はできないのが日本の良さであり弱さでもありますが、またこの記事で覇王竜に搭載されたリチウムイオン電池についても説明しています。日本人の吉野明氏がリチウムイオン電池の発明の成果で2019年のノーベル化学賞を受賞したことは記憶に新しいところですが、このリチウムイオン電池は現在電気自動車の多くに使用されています。通常電池の3倍の蓄電量を持つと言われるリチウムイオン電池、充電に時間を費やせない潜水艦に使用するのは当然のことですね。効率アップも期待されますし、また充電するために浮上する必要がなくなります。ということは潜水可能時間が長くなるはずですね。そしてエンジン音が以前より静かなのでソナーに反応しにくいのです。ということは敵に発見されにくいというメリットを持つわけですね。となると、こんな優れものをどうして中国では使用しないのかという疑問が出てくるだろうという推測がありました。中国でリチウムイオン電池を採用しない理由について、今日頭上波、リチウムイオン電池には致命的な欠点がある、発火し安いということだと説明しています。リチウムイオン電池を搭載しているスマホやノートパソコンに発火事故が起きたことは確かに事実です。火事は大変な被害を起こしますが、特に海中で活動する潜水艦での火事が起きたら閉ざされて逃げ場のない空間での火災は人命に直結する重大な事故になってしまいます。ですから、発火の恐れがあるリチウムイオン電池を使用しないというのは理屈に合っていますね。潜水艦用のリチウムイオン電池についてはコストなどの様々な課題のせいでなかなか採用されずにきました。しかし、発火や爆発などの危険性についてはかなり以前から指摘されていたとも報道されているのです。
メリットとリスクを分かった上でも使わないということは、結局のところ中国が作ったリチウムイオン電池の問題ということで、日本製の問題ではないということでしょうか。つまり、中国製が信頼できないというのが正直なところなのでしょう。中国の他のメディアである海自新も記事を載せました。10月24日ですが、オウリュウ波15年進んでいると言われているが、致命的な欠点も持っているという内容でした。これも、要するに、リチウムイオン電池は発火する恐れがある、ということでした。メディアが変わっても、言っていることは、同じということです。